阪神だけが評価した育成の隠し玉、岡田監督が惚れ込むリストワークの長距離砲。2024年春、日本一連覇にかける阪神タイガースに新星が現れました。阪神岡田監督は2023年11月に高知安芸市で行われた秋季キャンプに合流した初日、当時育成選手であったこの選手の才能に惚れ込みました。この選手は岡田監督の目の前でフリー打撃で柵越えを連発。岡田監督は一人おったなあ、あいつなあとリストワークの強さを高く評価しました。岡田監督は即日でこの選手を支配下登録したのです。この選手の名は2022年育成選手ドラフト1位、野口恭介外野手です。阪神の外野陣はセンターの近本は固定できているものの、ライトは2023年シーズン中盤から終盤に大きな飛躍を見せた2年目を迎える森下翔太や、一軍での経験を積んでいる井上康太、前川右京など多くの選手が起用されましたが、今季は激しい争奪戦になるでしょう。またレフトはノイジーやミエセスら外国人を中心に起用されましたが、成績としては不十分な部分があるため、野口を含めた日本人選手が付け入る余地は十分にあります。今回は今シーズン大きな期待を背負う新生野口はどんな選手なのか、どういう起用をされるのか迫っていきたいと思います。学生時代から才能あふれる野口。長崎県雲仙市出身の野口は小学校1年生からソフトボールを始めます。雲仙市立千々和中学校時代は軟式野球部に所属するものの、部員が7名しかおらず、様々なポジションを経験。創成館高校へ進学すると才能の片鱗を見せ、1年秋から外野手としてベンチ入り。活躍が注目されたのは3年春の選抜大会で10打数7安打を記録してベスト8入りに貢献した頃からであり、準々決勝の智弁和歌山高等学校戦では5安打3打点を記録。チームは敗退したものの強烈なインパクトを残しました。3年夏の甲子園では初戦の創志学園戦で後にチームメイトとなる西純也と対戦して2打数2三振に抑えられます。チームも西の前に16三振完封負けを喫して高校野球生活は幕を閉じました。そして野口は九州産業大学への進学を選びます。九州産業大学でも1年春からベンチ入りを果たし、リーグ戦全試合先発出場します。1年秋からはクリーンナップを打つようになり、2年冬には第1回アジア大学選手権の日本代表候補選考合宿に招集されます。残念ながら新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から合宿は中止になったものの、大学有数の選手としての高い評価を得ました。しかし3年生になると左手首を負傷、5ヶ月もバットを振れない時間ができてしまいます。3年秋に復帰するものの、満足いく成績は残せませんでした。4年生になると完全復活を果たしてリーグ戦ベストナインを獲得します。育成でもプロへ行く。プロへの憧れは強く、育成指名でもプロ入りしたいと話すほどでした。迎えた2022年ドラフト会議にて、野口は阪神タイガースから育成ドラフト1位指名を受けます。入団会見で野口は持ち前の明るくユーモアのあるキャラクターでメディアや阪神ファンを笑わせます。初任給で購入したいものを新人に聞いていく中で、多くの選手は貯金や親へのプレゼントなど話す中、野口はバーベルとプロテインと即答したのです。会場は笑いに包まれました。関西の球団ということもあり、入団会見において笑いを取れたことは幸先いいスタートだったと言えるでしょう。また会見終了後の写真撮影では、六甲おろしが BGM として流れる中、他の選手はガッツポーズするなどしていましたが、野口は一人だけマッスルポーズを決めて筋肉キャラを再アピールしていました。背番号は121であり、自分だけ育成、早くあれを目指せるように支配下を勝ち取ると気合を込めて活躍を誓ったのです。
筋肉キャラで笑いを取るなど、入団会見は注目を向けることに成功した野口でしたが、会見後には一般入試くらい緊張しましたと初々しい言葉を残していました。育成ドラフト1位という評価が示すように、ドラフトの評価は特別高くはありませんでした。大学3年生の時に負った怪我の影響で試合出場ができなかったことで、プロのスカウト陣にはアピール不足になっていたのです。そのためスカウト陣の評価としては隠し玉的な存在でした。プロ野球界を見てみると、各チーム右の長距離砲が不足している状況であり、バットを強く振れる打者として野口はドラフト候補には入っていました。高校時代は細身でしたが、大学で体は大きくなりパワーがつきました。加えて割れの形が雄大であり、爆発力と確実性を兼ね備えた打撃力は大きな武器として評価されていたのです。そこで阪神タイガースが育成枠でプロで活躍するチャンスを与えました。プロ1年目と支配下への道。阪神は2023年11月14日、育成選手の野口を支配下選手登録することを発表しました。この決定は、岡田監督が秋季キャンプ合流1日目に野口を見て、即支配下契約の判断を球団に伝えたことで実現。秋季キャンプ中に異例のタイミングでの支配下契約締結となりました。支配下登録をオフに行うことは、春季キャンプやオープン戦での活躍が認められて開幕直前になるケースが多いです。異例のタイミングでの支配下契約に関して、阪神の島村球団本部長は、本人の励みにもなるし周りの選手の発奮材料にもなるとタイミングの意図を報道陣に明かしました。背番号はついに2桁である97番です。秋季キャンプで評価された野口ですが、1年目のファームでの成績はどうだったのでしょうか。ウエスタンリーグで67試合出場し、打率3割3厘、6本塁打、18打点を記録しました。なんといっても素晴らしい飛距離と美しい放物線が野口の特徴です。打撃フォームは無駄がない動きであり、コンパクトなスイングをします。そんなスイングから生み出された好成績であり、阪神ファンの中でも支配下契約の可能性は高いと見られていました。野口はシーズン終了後に、とにかく振る力をつけるという感じで一球一球思い切り振っている。森下を超えられないと試合に出られないので、もっと頑張らないと、と同期で同い年のドラフト1位へのライバル心を言葉にしています。和田二軍監督をはじめとする二軍の首脳陣からの評価も高い中で、岡田監督の目に留まったのです。支配下契約と起用法。支配下契約が決まったのは岡田監督が合流した日であり、野口の契約交渉の日でもありました。その場で伝えられた野口は、びっくりしました、緊張しすぎてあまり覚えていませんと目を丸くしていました。野口は2023年シーズン中の支配下登録を目指していましたが、春先に左太もも裏を故障、開幕に出遅れてしまったことで、シーズン中の支配下登録の目標は実現できませんでした。しかし、ウエスタンリーグで成績を出すことができたことが自信となり、すぐに来年に向かって自分らしいプレーができたと、ポジティブな言葉でアピールをしていました。支配下契約となったことで、コーチ陣の指導に対して感謝の気持ちでいっぱいですと頭を下げると、来年は一軍の舞台にと大きく宣言したのです。早速2024年の春季キャンプは一軍に呼ばれます。2月7日のランチタイム特打では118スイングで7連発を含む26本の柵越えを披露し、岡田監督を喜ばせました。その後のフリー打撃と合わせると192スイングで46発と大当たりだったのです。岡田監督はパチンコにかけて、7連チャンってあんま出えへんのやろと周囲に喜びの声を聞かせていました。このランチ特打はチームの顔、4番大山と共に行っており、チームからの期待の大きさを見せています。
2月13日のランチタイム特打では、2023年シーズン MVP である村上投手が打撃投手として野口と対戦しました。村上が野口に対して投じた12球目、カーブを思い切り引っ張った打球は左中間スタンドへ飛びました。計20球で安打数は5本であり、またまた岡田監督はご満悦の表情を見せます。激しい競争がある阪神の外野陣において、野口の出現は大きな刺激になっています。阪神が連覇をするためには底上げが重要です。野口の場合はまだ一軍での実績はありませんので、今季は一軍出場と定着が現実的な目標になるでしょう。しかし、秋季キャンプや春季キャンプでの岡田監督の評価を見ていると、オープン戦での活躍次第ではレギュラー奪取の可能性も十分にあり得ます。非常に楽しみなシーズンになることは間違いありません。岡田監督は現有戦力で十分と考えて、オフに FA やトレード補強をしていません。補強は現役ドラフトで獲得した漆原くらいです。そのため、野口のような選手がレギュラー争いに加わるとなれば、大きなプラスの戦力となります。阪神連覇の命運は野口が握っているかもしれません。久しぶりに本塁打王を狙えそうな新星が現れました。野口恭介について育成法や起用法、エピソードがありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。